こんにちは。議員を知る第3回目です。いよいよ国会議員の選挙が近づいてまいりましたが、いざ選挙期間になると選挙カーが走り、各地で街頭演説あるいは会場での演説会が行われますが、仮にこういうところにこまめに参加してもなかなかその候補者が日頃どんな実績を上げ、どんなことを考え、あるいはどんな人かなかなか分かりません。にもかかわらず投票日は必ずやってまいります。そうすると風評とかポスターの印象とか、握手をしてくれたとか、あるいは会社が推薦するから、町内会が推薦するから、こんな理由で誰に投票するか決めてしまうことが非常に多いんではないでしょうか。我がふるさと豊橋市田原を代表し、自民党に所属し数々の実績を上げている根本幸則代議士、景気も良くて平和な時には誰が代表でもいいでしょう。しかし今はコロナの影響もあり、世界情勢も緊迫しています。こんな時こそしっかりした国家観を持ち、地元豊橋市田原の発展のために具体的なビジョンを描き、それを実現してくれるこんな人に代表になってもらいたいところです。議員を知る第3回、今日は根本幸則衆議院議員のミニ集会より、テーマは日本の食料生産のあり方、豊橋市スマートインターと石巻道の駅への思い、ソーラーパネルの設置と出口問題について。以上です。なお時節柄、質問者用のマイクの巡回は割愛しておりますので、質問の部分を省略している場合もあります。回答内容から質問を類推してください。世界全体を考えるとですね、やっぱりその人口が増えてるということはイコール飯食う人が増える、でさらには中国を見たようにだん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 豊かになってる、一人当たり食う量も増える、それからあと地球温暖化によって砂漠化がされて高地の面積が減っていく、そう考えていきますと、これからその食料っていうのはまさに戦略物資になっていくというふうに思います。で日本の中では、まあ、今日本はね逆で人口が減ってます、だから食べる人が減ってる、高齢化によって一人当たり食べる量も減ってきてる、まあ、そんな中で、まあ、日本はおかげで砂漠化とかないんで耕作地はたくさんある、その結果どういうことがあるかっていうと、作る人がだん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 少なくなって農業人口が減って耕作面積が減っていくっていう、まあ、まさに日本は世界と逆の方向になってるんですね。でこれから我々が考えていかなきゃいけないのは、そう考えると日本の食べ物をですねどう輸出をしていくのかっていうことを考えていかなきゃいけないと思います。7月1日今日の人事で農水省に初めて、輸出戦略の部署ができました。だから農水省もこれから国内の需要だけではなくて海外の需要を見極めた上で生産をしていくということを考えていくというふうに思います。でこの地域でもそうでして、例えばですねトマト好きな方いらっしゃいます。嫌いなの好きな方、結構ね人気あるんですねトマトね。このトマトがですね今取れすぎて値段がもう暴落してるんですね、暴落してるんです。で農家の人もですね今もう本当に借金抱えて、じゃあどうしよう、というぐらい頭を抱えてるんです。でただ我々はこれを国内の需要ではですねもちろんそうなんですが、これを例えば海外の需要にね結びつけていこうとしたいんですが、これはねまたね海外の需要ってまた事情がありましてね、
よく TPP とかで関税が安くなったとか高くなったっていう話があって、これは関税入る売るときに 5% 税金払えようとかってこういうお金の話なんですが、もう一つはね、権益っていうのがあって、ね、要するに日本で作ってる使ってるこの農薬は絶対許さないとか、必ずそういうことを言って海外の国々は日本の食べ物を入れないような努力をするわけです。まあ、もちろんだから日本の美味しい米ってのは中国で売ってないんですよ。中国は日本の米を輸入させないようにしてる。でこれはあくまでも外交の中で努力をして、それぞれの国と日本の外務省と海外の外務省が議論をして、じゃあこういった権益をですね、こういうものを使っちゃいけないとかっていう認めましょうとかっていうことをやりながらやってるんですね。だから我々はそういったその輸出をしていくに関してはいくつかハードルがあって、一つはその権益を守っていきましょう、こういうのがあります。それからもう一つは輸出のためのコストなんですよね。飛行機で持っていければこれはまあ新鮮なものをお届けすることができるんですが、コストが高くなるとなると船でどうやって持っていくか、そうすると船で持っていくっていうことは1週間とか取れますから、保冷技術が必要なんですね。例えばレタスをコンテナに入れて、で1週間それでその船に乗って持ってきましょう。その間に普通に冷蔵庫を入れてたらまあおかしくなりますよね。だから瞬間冷凍をして、でまたそれを冷凍庫にきちっとしたコンテナに温度管理したのを入れて、それを瞬間解凍して美味しく出せるような、こういった技術も必要で、これは今日本でいきますとデンソーさんが、やっぱりエアコンをやってるだけあって、そういった技術が高いんでデンソーさんとかが研究してるんで、一つはそういった冷凍技術みたいなのを磨かなきゃいけない。だからもう一つはですね、例えば日本はですね、クール宅急便っていうのがあるじゃないですか。これはね、世界にないんですよ。だからそれぞれ、今そのネットでね、注文しました鮭の切り身をね冷凍で買いましたっていうと、日本はクール宅急便はパッと来て冷蔵庫に入れば、おいしいね、腐ってないねって言うけど、じゃあそれをタイでやろうとするとまだないんですよ。だからそういったその、まあ、いわゆるコールドチェーンって言うんですけどね、日本だけではなくて世界中にコールドチェーンの日本と同じような網の目を作っていかないと、すぐに日本のものが、まあ、日本のもののみならず売れないん で私が国交政務官の時にはそれを一生懸命やってましてね、佐川か大和かさんにタイにこう出てって、クール宅急便を始めてくれと言って始めまして、で、まあ、私も自分で言い出しっぺだから、一回そのタイの大使館に豊橋名産ブラックサンダーでも大使館に送ってやろうと思って準備したんですが、送り賃がね、このブラックサンダー600円だったんだけども5万円かかるって言ってね、まあ、やりましたけど、まあ、だからそういったなんかね、世界に日本のものを売ろうとすると、日本のこの美味しさを提供するためにはそういったインフラをね、世界的なものを、まあ、作っていかなきゃいけないんで、そういったところもしっかりやっていこうと。それからあとは私の勝手な構想でいきますと、今度浜松三日日豊橋道路っていうのができます。でそれから今度渥美半島道路っていうのができますと、要するに長野から美味しいリンゴがこう三河港まで来るわけであります。だから産地が連携をするっていうことをしていかなきゃいけないですね。簡単にいきますと、例えば台湾のショッピングセンターの台北ショッピングセンターとかあったとすると、そこは日本の食品をじゃあ受け入れるとすると一年中棚いっぱいにしてほしいんですよ。冬になるとキャベツはあるけど窓はガラガラだって言われると困るわけで、そこの日本の豊橋の商社の人がやった時には、冬にはその、まあ、リンゴもあるし
なんかイチゴがあって、その東北なんか新潟のものもあって、ここに頼むと一年中棚をいっぱいにして、しかも売れ筋の商品を置いてくれるっていうとスーパーとしては喜ぶんだけども、1年に1回柿しかないぞって言われるとですね、柿のためにこう棚を用意していくっていうとなかなかうまくいかないんで、そうするとやっぱり地域を連携させるためには道路があって、浜松三ヶ日豊橋道路があるとですね、新潟まで高速道路でノンストップで行きますから、そのルートを使って三河港まで持ってきて、ここからさっき言った伝送の冷蔵庫に入れてですね、持ってって向こうで、フィリピンかどっかで、解凍させて、フィリピンに宅急便を作ってですね、持ってくっていう、こういったことまで徹底しないと、さあ作ったから買ってくださいというわけにいかないんですが、まあ、これは動き始めましたんで、我々の地域の農産地農業をもっと盛んにするためには、今申し上げたような輸出っていうこともこれ戦略的にやっていかなきゃいけないというふうに私は思ってます。ありがとうございます。新商社のそうです、境です。そうです、そうです。で、あそこに道の駅をこう作りいただく、作るという構想があるようですが、本当にあそこのもう本当に石巻のすぐ下に作るっていうことですかね。それかもうちょっと離れたところに作るという構想なのか、その辺まで具体的に決まっているんでしょうか。それは正確に構想じゃなくて私の思いです、ね、だから昨日もね、市長も一緒だったんで、市長に申し上げたのは、あくまでもインターチェンジは道具だから、それをもとにして何をするかっていうのを考えなきゃいけないですねと。で、特にその石巻地区はなかなかこれから町を地域を発展する起爆剤がないんで、このスマートインターっていうのは一つの起爆剤になりますよ。で、今私が例に挙げたのは、一つは私はこれ絶対作った方がいいと、道の駅っていうのはやっぱりその今やっぱり一番ね、物が売れるところなんですよ。で、例えば田原にもね、メックハウスっていう道の駅がありますが、もうあそこに持っていけば売れちゃうんですよ。例えば皆さん今度なかなか居酒屋さんとかでもお客さんが来ないんで弁当始めたんですよ。で、自分のところで売っても全然売れないんです。どうするかっていうと、メックンハウスに持ってって並べとくとね、全部売れるんですって。だからやっぱりその豊橋の商品とか豊橋のアピールをする場所っていうのが必要で、そういう意味では今は、まあ、20年経つとどうなるか分かりませんよ。もうドローンの時代になるんで道路じゃなくなるとも変わるかもしれませんが、今の時点でいくと一つはやっぱり発信力がある道の駅を作る。しかも高速道路上に作ると高速自動車道路のピンハネがかなり激しいんですよ。だから農家と儲かんなくなっちゃう。だからその外に作ることによってピンハネがなくなるんで、それで農家の手取りが増えるからみんなハッピーで、まあ、その分買う人も少し安いものが買えて、豊橋にとってはいろんなものがアピールできる。23号沿いで年間100万ですから、透明になればどれだけ来るかわからないっていうのが一つ。それからもう一つ私が考えているのは、トラックのですね、なんとかな、休憩というか、交代場所って言った方がいいのかな。今働き方改革で、特にトラックのドライバーさんとかって長時間労働があるわけですね。それからあとは結構やっぱり東京から大阪まで行くと日帰りできないわけですよ。そうすると今のルールでいきますとドライバーさん2人いなきゃいけない、それから1泊しなきゃいけないっていうとすごいコストがかかるわけですよね。じゃあ例えば東京から豊橋ね、東京から大阪に行く方、まあ、豊橋で来てもらう。で、後ろにこうトラックがこうやってここにトレーラーがあってぐーっと牽引してきました。で、豊橋で切り離すんです。で、大阪からまた別の人がウィーッと乗ってこれ切り離すんです。で、東京から来た人は大阪から来た荷物に今度後ろピタッとつけてピーッと帰ると日帰りできちゃうんですね。で、そうすると一泊しなくてもよくなる。
運転手も一人でよくない、しかも女性もね、それであればお子さん学校出して、まあ新東名使ってくれば3時間半で来れるから、往復したってまあ8時間ぐらいで、まあまあ休憩入れたって9時間ぐらいで帰って来れるわけですから、そうすると女性の働き方にもなる、で働き方改革になるっていうんで、そういった拠点をですね作ったらどうだというふうに思ってます。そうしますと、その周りにはですね、当然道の駅があればですね、トラックドライバーさんが来てご飯食べたり買い物してくれる、さらにはそういった基地があればですね、物流会社がどん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 出てきて、豊橋のところにその周りに物流会社が拠点作るわけですよ。そうすると一つの今までにない新しい物流基地が、今まで東京と大阪の真ん中で便利はいいって言ったんだけど、その便利がいいのを活用した事業ってないんですよ。便利便利で終わっちゃってるんです。だから便利がいいんだったらそこをビジネスチャンスにしようとすると、そこにトレーラーを交換する場所を作って、そこに人が集まるような形にして、さらに道の駅まで併設すると、周りがまさにその日本一の物流基地になるというのが私の勝手な、これはね私の勝手な構想です、根元はっていうふうに思っていただければ思うんですが、そうすれば今までその柿農家もですね、やめたい人が多いんですよ。どういうことかっていうと、重いでしょ、しかも山を登っていくわけでしょ、もう高齢化になるとですね、もうやめたい人がたくさんいるんです。ただもう農地だから、農家の人にしか売れないから、もうやめられないんです。そうするともうそこにひばりついて、ひばりついてもう死ぬまで仕事しなきゃいけない、だけどもう後取りもいないし、やめたいけどやめられないっていうのが現状なんで、まあ、場合によってはそこを農地をそういったところに提供していただければ、まあまあもういいよ80になったんだからと、まあ、あとはこれでまあ、国なり市が用地買うんで、それはまあちょっと年金の足しにしてもらって、あとはもうゆっくりで跡取りもいないんでしょ、こういった出口もですね少し考えるようにしないと、なかなかいつまでもいつまでも土地に縛られちゃうと大変だなというふうに思ってるんで、そういった総合的な活用ができるし、またちょっと話余談になりますが、そういった施設を作ればですね、下水がないとそういうのできないですね。あの地域ってのは実は下水がないって困ってるんです。だから例えばそういった大きな大規模施設を作れば、そこは下水がないとそんな水処理できないから下水作るんです。そうするとついでに 今はあそこに下水作るとですねコスト合わないんですよ。だからそういった大規模施設ができることによって、下水の整備っていうのもそこを理由として、原因として他の周りの集落にも波及することができるっていうことも考えられるんで、彼らが抱えている農業の問題とか下水の問題とかをいろいろと複合的に解決できる可能性が私はあるというふうに思って、そういった大規模な施設を考えたらどうかなという根本の個人的な案でありますので、ぜひ応援してください。もう実現は待ち遠しいなと思いましたので、ありがとうございました。ありがとうございました。太陽光発電必要なものだと思うんですが、最近いろんなところ何か空き地があるといっぱい太陽光発電のあれが設置されて、あるところなんか山が丸ごと木を切って発電の素材を設置していると、で聞くところによると、その発電の板自体が例えばウイグルの強制労働で作られたものだというような噂もあるんですけど、その辺というのは太陽光発電で将来に向かって非常に必要なものではあるんですけども、そういったマイナスの要素もあるということも言えるので、その辺についてはどんなお考えでおられるんでしょうか。ちょっと私もその辺十分な知識はないんですが、少し前の話でありますけれども、まだ法律改正してないから多分変わってないと思うんですが、出口がないんですよね。要するに例えば車もそうなんですが、車を買いました、でどこかでスクラップしなきゃいけないけども、これはお金を取ってあるので、まあ、廃車になっても国の方がきちんと お金を回収してありますから、まあ、廃棄処分ができるという、まあ、こういうルールなんで出口があるんです。ただじゃあ今そのたくさんいろんなところに太陽光発電がありますが、じゃあ土地を貸した人がいて、
ある業者さんが使っているところが潰れちゃった。で、自分であなたこの太陽光発電のところを始末してねって言われたときに、これちゃんとできるのかなっていう、そこは私心配があるんですね。だから業者さんがいい人で最後まできちっと面倒を見てくれればいいし、なくならなければいいんだけども、資本主義社会の中では何が起こるかわからないというときに、これは今車と違ってね、車はもうきちっとやりましょうということで、あらかじめ皆さんお金が徴収されていると思うので、そういう制度じゃないん でしかもああいうものはですね、将来的に今は安全だと言われても、将来的にいろいろ科学技術が発展して、あんまり良くない物質が入っていたりすると、その廃棄コストが非常にかかるわけですよね。そういったケースがあるんだけども、それはじゃあ国がやるとは書いてないんで、そうすると全部その大家さんというか土地を貸した人が全部責任を取るようになるという、こういう今ルールなんで、あれも多分対応年数が20年とかあるので、今は始まったばっかりで、特に阪神東日本大震災以降ああいうものが増えてきているので、あと10年ぐらいした時にその出口をですね、やっぱりきちっと私は法制化してですね、やめれるようにしとかないと、もう山はもうあれはなくなってるんだけども、いまだにパネルだけあって発電も何にもしてなくて、そこに木が覆いかぶさってというようなことになりかねないなと思って、そういう意味では一定の期間終わった後への出口っていうのを私は考えなきゃいけないなっていうもので、指揮を